こんにちは、タカチャンネルの高橋です。今日はですね、工場での暴露話、それからですね、その学歴によってどんな仕打ちを受けるのかっていうのをね、ラーメンを食べながら語っていこうかなと思います。何を食べようかな。濃厚具付き味噌ラーメン。作り方なんですけど、まず電子レンジで加熱して、こういう風にやります。で、スープを作ります。そして盛り付けるだけ。私丁寧に、派遣社員で、機関工事の高橋と言います。いや、本当に工場のね、そういう学歴別でいかにひどいか、学歴社会の日本がいかにとんでもないかっていうのをね、ちょっと語っていきたいです。これ美味しそうでしたね。これは600で4分30秒。600で5分30秒だったっけ。まあいいや。250cc のお湯を沸騰させます。お湯を沸かしてる間に話すんですけど、本当に工場、底辺、まあちょっと企業名出すとちょっと問題あると思うんで、企業名は出さないですけど、私、派遣で、元機関工で、働いていました。その時にですね、やはり研修とかあるんですよね。で、初めの研修期間1週間ですね、同じ部屋で雑魚寝、19歳の九州のね、博多からやってきた男の子と2人で、私は派遣の、その機関工の研修を1週間受けて、それでその時私語ったんですね。いろんな若者と出会いました、派遣で。で、その時に、みんなと話したのは、学歴って何なんだろうって。僕たちは学歴、自分は高卒なんですけど、大学は中退したので高卒です、高卒という扱いを受けました。そして、就職さ、面接行ってもですね、やはり高卒ということで、なかなか自分の、要望した企業はやっぱり受け入れてくれないんですね。そんな中、機関工で地獄のような労働をさせられまして、その時私ね、一緒に働いてた人たちに言ったんですよ。おかしくないかなんかって。で、その九州から来た若いね、19歳の男の子は、すごく謙虚な方で、いや、高橋さん、働けるだけで僕はありがたいんですって言ってたんですね。ただ私、逆にその19歳の男の子に、ちょっと軽く説教しなきゃいけないかなと思ったんですね。働けるって言って、でも人類皆平等ですって、私、小学生の頃に教わって、平等なのに、なんで学歴が違うだけで、僕はそのエリートコースですよ。その自動車の会社ってエリートコース入るためには、いい大学、しかもすごいトップクラスの、日本でも有数のトップクラスの大学を出た人はそういうエリートコースの道を歩むんですね。そして私らのような学歴がない、もう本当にどこの馬の骨か分かんないなんて言われちゃって、でもうフリーターみたいになっちゃったりして、クビになったりして、でもう行くところがないと。そんな中で働いて、そこで私ね、言ったんですよ、19歳の男の子に。その工場のね、どこでやっつけちゃえばいいじゃんって。うん。学歴なんかクソくらいじゃんって。だから、僕がその時その子に説教したのが、いいよ、見てなって。自分半年以内にこの工場トップ取ったるって。そういう話したんですよ。話してる途中にちょっとラーメンできたんだよね。うわ、ちょっと待って。うわ、肉入ってる。肉と。うわ、これはいいや。よいしょ、液体スープ。ちょっと工場の話まだするからね、食べながら。いや、本当に大変だった、うん、日本のってやっぱ学歴社会なんですよ。だからやっぱりね、自分で独立して商売やるとかそんなことできる人って 1% しかいませんから。自分で会社作っちゃったり、それ軌道乗せるなんていう人はそんな 1% しかいないから、土台無理な話なんですよ、本当に。ですからね、これを聞いてるね、お母さん方、お父さん方ね、自分の子供やっぱ学歴大事です。勉強していい大学行かないと、本当に自分みたいにね、底辺労働者になってしまうって、とんでもないことですよ。ちょっとこの話はちょっとラーメン食べてからするわ。とんでもないことですよ、本当に。日本の学歴社会は、だからね、大学行けなかったらいい大学行けなかったらね、会社行ったらね、やっぱり大学出てる子はね、エリートコースなの、初めっから。同じ自動車会社でもおかしいでしょ。同じ自動車会社で国民平等だって教わったのに、こっちは子供の頃に平等だって教わったのに、おかしい。
経験がちょっと勉強ができなかっただけで。差別待遇です。給料が違うんですよ。おかしくないですか、よく考えたら。同じ人間ですよ。しかも能力ってそんなに差ないんですよ。ただ勉強ができるかできないかだけですよ。ただそこで人間の価値を測っちゃうんですよ。私みたいな自尊心の高い人、負けず嫌いでね、私負けず嫌いで自尊心だけは高いんです。だからそうなってくると、その差別待遇に心がやっぱり耐えられなくなってくる。本当にとんでもないことですよ、本当に。あー、うまい。これうわー、今日の昼飯これ。ちょっと野菜ジュース飲もう。うん、たまりませんな。ちょっと胡椒足りない。また札幌一番味噌ラーメンとは違った美味しさがあるな。で、ちょっとお母さんお父さん方待ってくださいね。今から工場のいかに過酷な、とんでもないことが行われたってことを今からもう暴露しますからね、ここで本当に。お汁も飲みます。うわぁ、札幌一番味噌ラーメンとはまた違った。これはね、なんかラーメン屋さんで食べてるような味だわ。あのインスタントはまた違う味、なんか普通にラーメン屋っぽい味がする。え、うまいんだけどこれ。え、めちゃくちゃうまい。あー、これ本当に美味しいわ。めちゃめちゃうまい。さっきコメント来てましたよ。古い動画ですかね、半年前の動画に、おめえの台所汚ねえな、ほんとクソみてえな台所なって、そういうねコメントいただいたんだけど、彼はね低学歴なんですよ。僕と一緒です。だからもうひがんじゃってんですよね。だからなんだろうな、低学歴が悪いんじゃなくて、低学歴だっていうことをやっぱり社会でいじめが行われてるんですよね。で、いじめられてることに気づいてないんですよね。うん、やっぱり学歴がないもんだから。で、自分もやっぱり高卒ですよ。高校卒業なんで、で、さっき書いてきたこともね、おめえの部屋汚ねえな、つって。汚ねえ動画出すんじゃねえな、つってね。で、彼がなんでそんなこと書いたんだろうって俺考察したんですけど、やっぱね、学歴です。はい。だからお父さんお母さんはね、自分の子供にね、いい大学。そう。本当にね、100人に1人の才覚のあるやつとはね、自分で商売始めるっていう。そういうこともできますけども、大体できないです、99% ね。はい。だから汚ねえなって書いた人がね、やっぱり会社とかでいじめられたりね、学校でいじめられたりしてる。うん、やっぱ学歴が低いって言ってね。そういう学歴社会は好きじゃないわ俺は。なんだけどもしょうがないですよね。あの能力はその生まれてね、生まれ持っていろんな才能があって、自分はこういうのが向いてる、自分は例えばこういう分野が向いてるって、人にはさ、向き不向きと自分の向いてる分野があるんですよ。だからそこの得意分野に行くっていうのが僕はいいと思いますね。よくあの営業とかであるんですけど、私も長年営業マンやってたんでね、なかなか営業マンと一流の営業マンでもずっとね、会社でトップセールスやったんですけど、まあここから自慢話になってきますけど、やっぱりね、才能のある人はね、何やらせてもグンっていっちゃうのよ。だから僕はね、営業マンで一流だったんですよね。誰も負けたことない数字で、はい、っていうようなスーパー営業マンの場合は、要するに自分の得意分野を伸ばしちゃうから、ドーン、僕トップ取っちゃう。完全に1位ですよ。なんだけどよくあるのが、自分のダメなところを乗り越えようっていう人がいるんですよね。うん。乗り越えなくていいって話、俺から言うと。じゃなくて、お前の長所、お前の売りは何なんだって話。わかる？お前が一番どこ伸ばしたらお前ギュンって伸びるのって。そこの話しとる。お前がそこどこ伸ばすって、お前の長所は何だって。そこをギュインって伸ばせばそこでパーンいっちゃう。簡単な話。うん。学歴もクソも関係なくなる、そうなってくると。だから、はっきり何度も言うようにね、うん、例えば、喋るのはすごい苦手です。人前がすごい苦手です。だから、そういう人が、そういうのを克服するために営業行こうなんていうのは愚の骨頂ですよ。うん。苦手なことで勝負しちゃってるわけだから。だから、ね、サッカーはめちゃくちゃうまいけど、野球が下手って人もいるんですよ。うん。そういう、だからサッカーがうまいからサッカー部行けばめちゃめちゃ活躍できるのに、下手に野球部入っちゃったもんだから、全く下手くそだっていうになるみたいなね。だから、あなたの今持ってる得意なところをギュイーン伸ばせって話をしとるんや。わかる？
だから、まあ、皆さんこれね、これこの動画見てくれて一個になってくれたらいいと思うんだけど、お父さんはこれはね、子供たちじゃなくてね、僕ね、あの大人たちに向けて発信してるんでね、うん、このとチャンネルは、うん、まあ子供に聞いてもいいよ、うん、ただお父さんお母さんに説教したいの、ね、だから子供たちなんて自分の子供はねすごいなんて親は思うんだよ。バカなんだから大体 99% ね。だから頭悪い子はもう大学いい大学に入れて安定した生活をっていうことが学歴社会なんですよ。だから勉強しろよってお母さんが、お父さん、わかる？これで、ちゃんと見て、家帰ったら勉強しろ、勉強しろって言われてる子供たちはね、いい大学入って、いいコースに乗らないと、これが入ってこない。もう生活が大変なことになる。うん。だから勉強学歴社会だっつって、日本は。あのね、よく言うんですよ。どっかのね、あの、YouTuber とかでね、YouTuber じゃねえか。なんかそういうさ、情報商材じゃねえけどさ、自分の才覚一つでガンっていけるよ、なんつって。だからそれ 1% の話や言うとね。はぁ、残りの残された 99% そんなできるわけないやろ。おい。ちゃうか。はぁ、ですからね、ちょっとすいません、言葉荒げてしまいましたけども、そういう人たちがね、自分が、例えばね、自分ができちゃうから、自分がそういう風に自分で例えば商売やるなりね、今はネットがあるからさ、ネットでうまいことやってりゃそんないくらでも食えるよなんて気軽に言うんだよ。できるか、あんなもん。100人よったらま、99人できん、100人よって1人しかできんことをやれ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 言ってんだから。迷子になったそれ聞いた子は。あ？だから学歴社会だっつってるわけや。あ？すいません、ちょっと言葉を荒げてしまって、だんだん興奮してきました。だんだん思い出したら腹が立ってきたんですよ、私ね。すいませんね。感情の起伏が激しくなる時期があるんですよ、私、今。わかる？ね。ということでね、学歴をね、やっぱりね、大事です。はい。だから、これを聞いてるね、小学生の子とか、ね、中学生の子、高校生の子も聞いてるかもしれない。10代の子、20代の子、30代、40代、50代、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん。みんなのね、0から100歳のみんなに説教しますけども、まあ、99% の子は、うん、勉強しろってして、いい大学に行ったら、工場でもいいコース行けるからね。工場の末端勤務はきついよ。とんでもない、本当に。うん。働いて、働いて、働いてさ、もうもちろんその、労働基準みたいな、そういう工場、車作る会社はしっかり守るんだよ、あいつら。ああ、きっちり労働時間ね。で、毎回毎回その時間が残業したら必ず残業代もつけるとか、まあ、ある程度食えるぐらいは飯くれるんだけど、もう仕事がきついのなんの。勉強してなかったから。ああ。もう学歴でもう、お前、自動車でも組み立てとけと。お前自動車の塗装やっとけって。命令されちゃってるわけだから、おかしいだろ、つって。ほんで俺さっきの話に戻るけど、19歳の男に言ったんですよ。ね、いいか見とけよ、つって。機関工で俺たちここに入ったけど、な、半年内に俺この会社、トップ取るから、この工場のって。T 工場のトップ俺取るからっつって言ったわけよ、そこで。俺も頭だいぶ悪かったから。うん。なんとかして、わ、わかったわかったって。今俺らは派遣でここで今ね、底辺でさ、機関工として今この工場の位置にラインに入ったけど、こっから俺が、この工場仕切り上げる半年でやったら、そういうこと言っちゃったわけですよ。ほいで、気がついたら、もう1ヶ月で、ね、泣きながら帰ってって、うん、もうやめますって。っていう話だ、うん。だから結局それは何が足りなかったっつって。学歴だよな。学歴がないから、底辺職について。そういうしんどい仕事になって。で、勉強しとった奴ら偉そうにエリート組、ムカついてくる。思い出しただけで。エリートの人たちももう態度でかい奴多いからな。まあいい人も多いけどね。うん、いい人も多いんだけど、態度の悪い、頭の悪いエリートもおるからね。そいつらは楽してぐんぐん行って稼いじゃうわけよ。だからそこを乗り越えるんだったら100人に1人になるか、勉強するか、どっちかって話や。ああ。ということでね、今回の動画は皆さんの、まあ、生きていく上でね、何か役に立てればいいんじゃないかなと。で、親がね、勉強しろって言ってきてるのは、あなたの生活を安定させたい。要するに、年収を100万でも200万でも増やせば、ちょっとゆとりのある生活、そして、待遇のいい会社に就職してもらいたいっていう親心なんだよね。それがわからない子供たちはね、ちょっと勉強してね、まあ、いい大学入って、いい大学入ると何がいいかっていうと、いい就職先に就職できる可能性があるってことだね。うん。っていうところ。なので、まあ、いいとこに入って、もうやめないみたいなね、うん。そんな感じがいいんじゃないかな、大体の人は。で、残りのね、あぶれもんでね、もうのし上がりたいってやつはね、もう元々頭悪くて勉強できないし、もう相当100人で100分の1になるしかないってこと。わかった？ 100
100人いたら100分の1位取れたら、バカの中で、バカ100人集めて、そのバカの中で100分の1位のトップ取れたら、それなりの生活を送れるぞって話や。わかったか。ということでね、皆さんちょっとすいません、言葉は悪かったかもしれませんけども、ということで皆さんね、頑張ってやっていきましょう。